病院、病院、病院は、疾病や疾患を抱えた人、病人、患者に対し医療を提供したり、病人を収容する施設の中でも、一定の規模のもののこと。病院の設立者は、公的セクターが多いが、また保健組織、営利、または非営利団体、保険会社、事前団体などがある。病院は、歴史的に、 その多くが宗教系修道会や慈善家によって設立、運営されてた。ホスピタルという言葉は、ラテン語、ハースプス、客に由来し、傷病者や病人の収容施設という意味合いの言葉である、ホテルなどと語源は同じ。そのためこの語はかつて老人ホーム、養老院、孤児院の意味でも使用されていた。看護、病院は、民末のイエズス会士、 ジュリオ・アレーニによる、食法外記、1623年に初めて現れる。この書物が、江戸時代に輸入され、蘭学者によって使用された。母親戦争の頃に使用された、病院という文字が書かれた旗が順天堂大学に保管されている。古代ギリシアのアスクレーピオスの神殿が、病院の一種として機能していたとも言われる。また、北国記によれば、 西暦400年頃のインドでは、福徳医薬者が建てられて、病人や、不具者、孤児、緊急した者などを集め、治療したり食事を与えたりしていた。イスラム教世界では707年に、シリアのダマスカスに病院が作られたのが初めである。ハールンアイコールラシードの下で、バグダードに病院が作られた。西洋のキリスト教世界では、修道所、 修道士が神に仕えるために病人を集めて日常生活上の世話をした。これは看護活動の原点でもある。宗教改革以降、プロテスタントの地では宗教から病院が切り離されるようになった。18世紀以降、病院は貧民救済から離れてもっぱら病気や怪我の治療のために使われるようになり専門化していった。19世紀のフローレンス・ナイチンゲールは 看護ににも、職業的訓練が必要なことを明らかにした。日本で最初の病院は1557年に医師でもあったポルトガルの宣教師ルイス・デアルメイダによって現在の大分県を大分市県特徴2丁目にあったデウス堂の臨地に開設された病院であると言われ外科、内科、内ンセ染病科を備え日本初の入院施設も備えていたこれが 西洋医学が初めて導入された場所とも言われている。戦時国際法では病院への攻撃は禁止され戦争犯罪である。米国で最も優れた病院には US ニュースワールドレポート誌では名誉クリニックが選ばれた2014から2015年。民間企業ではホスピタルコーポレーションオブアメリカはニューヨーク証券取引所に上場している。 タイでは、バムルンラート病院などが上場され、同国の株価指数である、セット指数の構成銘柄に採用されている。料金の支払いには、上賃基本医療保険加入者であれば、医療保険カードが使用できる。アイ・ヘルスケアが、マレーシア証券取引所及び、シンガポール証券取引所に上場しており、同社は多国間展開するアジア最大の病院経営者で、 医療法においての病院とは医療機関の機能別区分のうちの一つ。日本では医療法上一定規模以上の医療機関を病院と言い、小規模のものは診療所として病院との故障を使えないことになっている。ただし医療を施す場所との意味合いから病院、診療所を問わず医院と称することもある。病院は傷病者が科学的で かつ適正な診療を受けることができる便利を与えることを主たる目的して組織され、かつ運営されるものでなければならない、医療法第一条のご講談とされる。病院とは、医師または、歯科医師が講習または特定多数人のため医療または、歯科医療を行う場所と定義され、病床数20床以上の入院施設、病棟を持つ者を指す、医療法第一条のご前段。 無症もしくは19症以下のものは診療所、入院施設を持つ場合は、優症診療所となる。近年、日本では医療の普及の影響もあり、病院で一生の最後を得る人が増えてきている。また、人間が生まれる、出産場もほとんどの場合病院、産院である。日本において、病院の配置は、都道府県の医療計画に基づいて行われ、 医療法に基づく都道府県知事の許可を必要とする。ベッド数が過剰な場合は開設許可を与えないことも可能であり、需要調整がなされている。病院の管理者、理事長などは原則として医師、歯科医師でなければならない医療法第10条。ただし、管理者の休止等により医師以外が認められることもある。多くの病院は 医療法の非営利原則に基づき、地方公共団体、独立行政法人、事務組合や日本赤十字社など公的組織以外には、医療法人、他には各大学医学部の付属病院、大学病院、社会福祉法人、宗教法人、共同組合などを中心とした非営利組織、公益法人にしか設立が認められず、会社組織は、 例外的に、福利厚生を目的とした一部企業、ほとんどは、大手企業の健康保険号が運営している役人の特殊法人が、管轄した病院を引き継いだ JR、NTT、日本郵政などが設立した、病院、設立企業関係者以外の一般の部外者も、診察してもらえることが前提が存在する。ただし例外として、歴史的な経緯、 戦前から営まれているなどから、株式会社として運営されている病院がある、麻生飯塚病院や大阪海正病院など、これは、医療機関運営に株式会社が参入している、ケースとは言えないので、例外である。なお、個人病院という表記が時々見受けられるが、純粋な個人病院は、下記の種類の中の個人となっている、非法人立病院、個人事業主の病院である。 医療法人立病院などを個人病院と表記するのは異なっている。建築基準法により、病院は第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、工業地域、工業専用地域では設置できない。これに対し、診療所は用途地域の別に関わりなく、設置が可能である。病院と称することができる施設は、 医療法上の病院に限定される。また、病院の名称には、公立、独立行政法人立、国立病院機構などを除き、一般に、病院の文言を含むこととされてい、行政指導。厚生労働省大臣官房統計情報部による、医療施設調査の解説者分類による。現在の日本では、国民みな、保険制度を採用しており、病院で診察を受けても、 全治療費における自己負担率は最大でも3割である。それゆえ、利用者にとってはさほど金銭の負担にならないことが多い。しかし、実際は医療サービスの値段は高い実負担額の3倍以上ということを認識しておくべきである。特に正常分娩は公的医療保険の対象外であり、 出産育児一時金による建て替え払いに対応している病院でなければ、退院時に分娩費用の全額を一括で支払わなければならない。また、受診時に保険証、コピー他の原本を所持していないと、その時点での治療費は未保険者同様原則、全額支払いとなる。そうなった場合、その際の領収書を所定の申請書に添えて保険者に引下げ出ることで、 原則本来の自己負担分を差し引いた金額が払い戻される。最近では負担するべき3割負担の治療費でさえ未払いするなど社会問題となっている。このままでは公的な医療サービスの水準は崩壊の危機がある。医療法上は正当な理由がない限り受診拒否はできず、未払いを理由とする受診拒否はできないと通達上されているため保険者側 病院側双方からブラックリスト対象にならないように健康を使うお金を管理しなければならない。2004年頃からビザインターナショナルの CM で病院での支払いもビザでというキャッチで流されたが医療費の支払いが高等化した現代外来での会計は1件あたり1万円以内の金額多数であっても入院治療費用の支払いでは1件あたり 数万円、百万円超と高額であるため、現金が手元にない時にクレジットカードで建て替え、払いできるという潜在的ニーズと、そのニッチな分野でのクレジットカード会社の加盟点、手数料収入が大きく見込める点から、2004年から全国の国立病院機構、赤十字病院、労災病院のほとんどが、クレジットカード、デビットカードでの支払いに対応した。国の機関の場合、 金銭の収納は原則として現金に限るため、クレジットカード等での支払いはできなかったが、国立病院の独立行政法人、国立病院機構化、国立大学の国立大学法人化により、会計法上の制約が外れ、その国立大学病院がクレジットカードの取り扱いを始めたことから、公立民間の他の病院も追随することとなった。特に、 病院に設置された銀行の ATM が撤去されるケースが増えていることもクレジットカード対応を加速している。近年治療費の支払いを ATM 様の機械で行う自動生産機が導入されている病院がある電子カルテシステム等と連動しているがそこでカード決済を行う際はカードの暗証番号入力が必要である。なお以前から もともと治療費が高額、自由診療主体で、決済金額の5%から10%程度のクレジットカードの利用手数料を支払っても構わない。人間ドック、歯科、美容整形外科などの各専門クリニック、病院では、独自にカード会社と加盟店契約をして取り扱えたが、どちらにしても2004年以降、私立病院、大学医学部付属病院を中心に、 普及し始めているほか、東京大学医学部附属病院とライフの提携カード、ユートムカードでは、外来時の診療、検査終了後に会計計算窓口に立ち寄らず、待たずにそのまま帰宅する、エクスプレス会計というポーストペサービスを提供しており、他病院への汎用化も検討しているとプレスされている。病院の業務は、健康上の問題を持つ人の診療が主である。 患者の急性期、亜急性期、慢性期等の状態に応じて、継続的な看護もしくは観察の必要がある患者について入院過療を行う。その一方で、特に慢性期、介護療養医療施設等においては、認知症や麻痺、精神疾患などのため一般社会で生活していくことが困難な人が、医学的必要性の有無に関わらず、病院に、 長期入院せざる得なくなる状況があり、これらはドイツでは病院御用、フェルベラ群、日本では社会的入院として知られている。特に日本の病院は平均入院日数の長さが指摘されており、長年 OECD 中一位を維持している。これは健常者以外を社会に受け入れることが困難な日本の福祉体制を反映するものとなっている。とりわけ入院患者の約一。 3は、精神科病等の入院者であり、こうした状況を、日本医師会会長、竹見太郎は、精神医療は、牧畜業だとカッパした。OECD は、日本の状況を、患者を入院させたままにすることは、病院収入を増やす簡単な方法である。日本の精神保険政策は他国に比べ、 脱施設化が遅れており、精神科病床の多さなど悪い意味で突出している、などと報告している。医療行為とは、古くから行われている伝統的な行為であるので、病院に関しても長い歴史の中では、世界遺産となったものもある。メキシコのオスピシオ・カバーニャスやスペインのサンパウ病院、トルコのディブリーの大モスクと病院が良い例である。近代までは、 病院とはほとんど治療の場というより、感染症患者や精神病患者を隔離する、あるいは貧しい患者に食事とベッドを提供するという役割の方が大きかった。そのため、貧困層向けの病棟は常に定員オーバーであり、一つのベッドを数人が共有するということも行われており、現在も途上国では同様であることが多い。これに対し裕福な層は自宅で療養し、 医師の応診を受け、メイドによる介護を受けていた。これと同等に近い環境を目指し、治療目的とした病院を提唱したのが、フローレンス・ナイチンゲールデル。彼女の提唱した、ナイチンゲール病棟は、二十数人程度の患者を一つの看護単位とし、限られた看護師しかいない状況でもできるだけ手厚い看護と、治療を受けられるようにしたものである。二十世紀に入ると、 病院もモダニズム建築の影響を受ける。20世紀前半には、学校や校地所、刑務所といった施設と同じような設計思想で作られていた。すなわち最高を良くするために細長いフロアで、中老化型が多く、病室と並ぶ形で、ナースステーションが存在した。20世紀も後半に入ると、アメリカ合衆国を中心に、 病院に特化した設計思想が生まれてくる。ナースステーションから各病室への距離を縮めるためにフロアの中心に置き、さらにフロアの形状も円形や三角形、多角形などとして動線が工夫された。全室を個室や二人部屋以下とするのも一つには動線の短縮のためである。日本でこうした設計思想が取り入れられ始めたのは1990年代からで、 あるが、現在では、大学病院や都道府県立病院などの改築の際にはほとんどこの設計思想が取り入れられている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。